さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はこちらですよ。もう今日貸し切りです。専用走行です。新型シビック乗り来ました。まあ生まれた場所ですよね。もうテストコースです。栃木の生きた道での試乗レポートはちょっとまだ待ってください。まだナンバーも何も取れておりません。で、今日乗るのは新型シビックで、こちらにいらっしゃるのは岡崎五郎さん、そして、川口真央さんです。岡崎五郎さんも今度いつか YouTube をやりたいと言ってたので、多分やりたいなんて言ってない。いや言ってないんですか。はい、すいません。はい。で、はい、新型になります。で、そして今日比較用で、はい、先代モデルですね。現行モデルと言えばいいのか、まだ発売してませんので、なのでこの2台の比較という形で、同条件でいきたいと思います。ちなみにタイヤとかはもう一緒です。両方ともイーグル F1 で、グッドイヤーですね。タイヤサイズも一緒ですね。235/40/18インチです。そしてこちらも235/40/18インチです。なので同じタイヤで、比較という形でもちろんいきたいと思います。では、スタートです。行きましょう。さあ、では行きたいと思います。新型のシビックになります。もうこれ初乗りです。どんなフィーリングか。ああ、もうこの時点でちょっと剛性が上がったのははっきりわかりますね。振動の収束いいです。アコードやレジェンドとかで感じてたような、あのめっちゃ静かとか上質とかっていうよりも、今ここで感じるのはどちらかというとスポーツセダンな感じです。シビックってやっぱ軽快なキビキビとした走りっていうのをホンダの中で大事にしているので、そういった意味では狙い通りなんですね。あ、でも速度が上がってくると、まあ生まれ故郷なのでよくて当然っていう言い方はできるのかもしれないですけど、まあこういう走行中っていろんな音がしてるじゃないですか。で、そのいろんな音の粒がすごい綺麗に整えられてる印象がありますね。ちょっと心面荒れると思います。あ、でも荒れないのか。今見た目で荒れそうだったんですけど、荒れてないですね、特別。まあ、僕の記憶の中での現行シビックで言えば、エンジンもうちょっとうなってます。もうちょっと振動してます。でもそれももうすでに収まってるのはもうはっきりわかります。で、エンジンが収まったことで、その収まった上で静かな環境で全部レベリングされてる感じです。で、アコードの時のような、なんかものすごい静かで、どしっとなんかその静かさ、静粛性で身を全部包むみたいな、そこまでの静かさではないですね。だから、いや本当だからスポーツセダンですよ。でも不快じゃない。これは今までのちょっとホンダさんの中にないかもしれない、なんて言えばいいんですかね。だからシビックをどう捉えてるかっていうところでものすごい評価が分かれるかもしれないですけど、シビックをスポーツセダンだっていう風に認識してる方がこの車を乗ったら、うわすげえ良くなったねってなると思います。で、シビックをなんかちょっとラグジュアリー方向のなんかセダンだって捉えて、もし乗る方がいたとしたら、それはいやもうちょっと静かな方がいいんじゃないのとかっていう方もいらっしゃるかもしれない。あ、でもこれでも十分静かですけど。で、アコードとかになくて、じゃあシビックが持ってるものはって言ったら、このハンドリングとかエンジンとのなんかこの速度感が調和してる感じとか、この車との距離感がめちゃくちゃ近いんですよ。車との距離感が近いんですけども、それでいてこの静かさがあるっていうのが結構すごいと思います。ちょっとレーンチェンジします。ほとんどハンドル動かしてないじゃないですか。これホンダさんの電動パワーステの最近の味付けのやり方として、その中でも僕これ特にシビック僕いいと思います。何かっていうと、この N 付近でハンドルが無駄に重くなってないんですよ。で、これはやっぱ欲しいところで、で一番いいのは切ってからリニアにちゃんと
あの手応えがグググググって増してくる感じがいいんですけど、今までってどちらかというとそれはもうはっきり言っちゃえば、例えばベゼルとかもそうですし、フィットとかもそうですし、アコードとかもそうなんですけど、なんかハンドルをずしっと重くした上で直腕を出すようなちょっとイメージがあって、そうすると最初の切り出しのところってちょっと人工的な少し重さがあって、でも切り出してからは素直なんですけど、最初のそのずしっというのがちょっとフィーリングを取る取らないのこの取りやすさっていうところでは差があって、だからこのフィーリングがあると、この N 付近のちょっとハンドルがビシッとなんか人工感でその重くなった感じは全然ないですね。これ雪道とかもいいと思います。これでちょっとあと生きた道走ってみないと分かんないですけど、じゃあ何にも気になるとこないのかって言ったら、あまりにもこの N からの切り出しで素直なので、この切り返しですよ、この切り返しでもうちょっと手応えというか欲しいかな。例えばここでちょっとテストコースなので、こういう動きをさせると左右こういうジグザグに例えば縫うように走るとするじゃないですか。この切り返しのこの切り返す左から右って言った時のこの切り返しの一瞬センター付近です、ちょっとね手応えが少しなくなっちゃうというのかな。これタイヤの直進安定性なんですよ、この部分って。タイヤのセンターリーブがものすごい強いとこれはどうしても出て、そのぐらいタイヤの特性が表に表面に出てきちゃうぐらい今ちょっと鮮明にしてる感じですね。ダイレクト感を高くしすぎてる感じで、最近のタイヤってみんな転がり抵抗と直進安定性タイヤの方でもどん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 高めてるので、どうしても N 付近って少し鈍化になってくるんですね。だから燃費であるとか、まあ、ロードノイズとかを害していいんであればタイヤももっともっとセンター付近ってしっかりさせられるんですけど、そこはタイヤの実はジレンマなんですよ。でそのタイヤのセンター付近のちょっと甘さ加減が明確に伝わってきちゃう。で他の例えばフィットとかアコードとかだと、そういったところが、どちらかというとずしっと重たいパワーステの最初のこのセンター付近のずしっとした立ちの強さで、なんかごまかせてるっていうのかな、感じさせないようにできてる感じがあって、こういうのが感じちゃうぐらいだから結構スポーティーなハンドリングなんですよ。キビキビ結構走れます。これ後でワインディング行きますけどちょっと楽しみです。そうですよ、グランドコンセプトが爽快ですもんね。だからなんか爽快に本当走れる感じ、キビキビ本当走れる感じで、今ちょっと速度上げてきましたけども、空力めちゃくちゃいいです。これ CD 値低いと思います。これはあのなんて言うでしょう、なんでそんな空力わかるんだよって、これもう感覚でしかないです、ごめんなさい。もう直感的に思います。これ空力が結構いいです。これね120-130ぐらいになるとはっきりわかるんですけど、空力良くないとこんな安定しないんですよ。今130-140もうちょっと上げます。でこのエンジンもいいんですよ。エンジン今までと全く違います。なんて言うんでしょうね、今150キロです。アクセルレスポンスめちゃくちゃいいです。最近 EHEV とかもアクセル踏んでから加速するまでってちょっとタイムラグがみんなあって、 どちらかというと全車あるんですよ、ホンダさんの車でも。それがない、すんごい気持ちいい、めっちゃダイレクト。いやだから本当ね、ホンダさんの別になんかよいしょするわけでもなんでもないですけど、爽快な感じはある。めっちゃ好印象です今のところ。さあでは現行のシビックですね、行きたいと思います。まあ比較市場というような形になるかと思います。で今日は鉱石にはですね、この車はもうパワートレーン担当の斉藤さんが、乗ってくれております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっともう絶対評価でどん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 フィー、あー僕さっき新型のスタンスですけど全然違いますね、はい、ありがとうございます。なるほどなるほど、はい、乗り心地がとってもいいです、はい、エンジン振動もこっちは、あーもう後ろがかなりコツコツします現行モデル、決して悪いレベルではないですけどコツコツしますと同時に、エンジンもちょっと振動とかが若干あります。でそれが伝わってきます。
で、ハンドルにもその振動は伝播します。スポーツセダンって考えたらそれも全然不快ではないんですけれども、洗練されたあの新型を乗ると違いはっきり分かります。ありがとうございます。なるほど、これはこれですごいいい世界だと思いますね。ですけど、はい、なんて言うんでしょうね、今このぐらいのんびり走ってる段階だとこの車なんか普通のセダンだよっていう感じになって、スポーツセダンですよみたいな、なんかそんな印象はなくて、でも新型はそれが速度を出してなくてもスポーツセダンだよっていうちゃんと味が不快じゃない状態でちゃんと出てるんですよ。だから例えば今アクセルちょっと踏みます、ドンと踏んだ時にこのグーンというこの感じの、踏んだら刺激は得られるんですけど、踏まない時には全体的な、もうはっきり言っちゃうと車の雑味の中にその刺激は飲み込まれちゃうんですよ、うん、だから速度を出さないとこれは体験できないですよ。でも新型はその飲み込んじゃう雑味がないので、速度を下げたら下げたなりにその下げた中でちゃんとスポーツセダンだよっていうのの主張がちゃんと分かるんですよ。これ全然違いますね、はい、ありがとうございます。もう100% 以上理解いただいて本当に嬉しい限りで。でもそういう狙いですね、はい、これまさにシビックらしいその俊敏さであったり応答性っていうのは進化させながら NV も、まあ、同時に進化させる。リア の、まあ、冒頭で言っていただいたリアからの突き上げとかもですね、非常にハーシュネスが丸まって乗り味が良くなって、でも応答性であったり走りっていうのは全然損なってないっていうのが、まあ、今回の位置づけになると思います。ハンドルだけの応答性で言ってもこれ新型の方がいいかもしれない。リアの踏ん張りが全く違うんですよ、はい、ボディ剛性とリアの、はい、多分トレッド拡大が相当効いてると思いますね、はい、リアの踏ん張りが違くて、やっぱり僕は動画で何回も言ってますけど、リアがまず最初に踏ん張ってないとハンドルの最初の切り出しの手応えって出ないんですよ。それを人工的に出そうとすると EPS をちょっと反力強めるしかないんですよ。アシスト量をちょっと下げてあげてずしっと重たくするっていうやり方を、まあまあ、まあはっきり言っちゃうとちょっとこっちはやってるみたいな、そんなニュアンスなんですよ。でも新型はリアがしっかり踏ん張ってて、ボディ剛性もあってロングホイールベースでっていう、そういうイニシャルの部分でちゃんとハンドルのセンターを出してあげてるので、ハンドルのアシスト量も本当落としてあげて、その分繊細にちゃんと最初のこの切り出しの気持ちよさが全く違うんですよ。だからこれで例えばこの今の現行モデルでもハンドル十分その気持ちいいんですけど、この気持ちよさを存分に味わおうと思ったらレーンチェンジとかでも結構ギュッと切った方が気持ちいいんですよ。こういう風にギュッっていうレーンチェンジの方が気持ちいいんですよ。でも新型はそれがこのぐらいの領域で気持ちよかったんですよ。もうだからその気持ちよさを得られる走行レベルが全く違うんですよね。なるほど、ありがとうございます。何も付け足すことはございません。ちょっと ADAS も試していいですか、はい、確認で、はい、ADAS でハンドルアシストも入れて、今100キロ、まあ、っすぐ走ってる段階でだけで言えばそんなもともと悪いレベルではないんですけど、こっからですよ。ちょっとね、厳密に言えばまっすぐ走ってる時でもビシッとした感じでちょっと違いはあるんですけど、それはシャーシから来るものかもしれないですね。ああなるほど、アシスト量が全然違うんだ。これ新型はさっきほぼ車任せで行ってたので、なるほど、これ今車任せです、結構車任せです。あやっぱうんということですね。なるほどなるほど、いやまあ全面的に良くなってます。ちょっとスポーツモードにして、あれこちらはございません。はい、すいませんすいません。ブレーキ踏むと分かるんですけど、タイヤが路面を掴む音がどん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 きつくなるじゃないですか。でそうした時にフロントから音がどんどん発生されるんですけど、でそのフロントタイヤが発生する音がシャーシを伝わってくる音がこっちの方が大きいです。シャーシ内で共鳴してますね。だからその共鳴がだからあれ
発泡ウレタン吸音フォームでしたっけ、はい、なんかそんなようなの使ってますよね、はいはい、その効果ですねこれ。なるほど。だからさまざまな状況で、はい、あのいろんな音が発生するんですけど、そのさまざまな状況でのそのさまざまな音に一個一個ちゃんと丁寧に対処して、はい、あこの周波数の音はここで消そう、この周波数の音はここで消そうっていう結構細かい音のいたちごっこをこれは新型はやったんですね。こういうふうに乗り比べると分かります。3、2、1、5。あこれで言うとレスポンスやっぱ新型の方がいいですね、踏んだ時で。この伸び感もやっぱ違うで、あもう全般的に違います。空力がやっぱりこっちの方がちょっとふわつきます。あのビシッとした1本空気の中にレールは通らないですね。あの決して悪くないです、悪くないんですけど、新型の空力がちょっと良すぎなんですよ。新型今僕思い出して感じるのはすごいシンプルに言うと何でしょうね、 FF っぽくないです。結構 FR 的にっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そう言ってもいいかなってぐらいな、ちょっと素直さはあったかなっていう。これちょっと一般道まで待ってください、この今の僕の発言ちょっと怖いな、さすがにそこまで言うのは。これね、生まれ故郷はすごいので、やっぱり車ってもうここをシビックのこのシャーシーと足回りとか何周したんだっていうところを今僕は走っているので、だからまあここでこれだけいいのは当然なので、ちょっとこの辺りは一般道でもまあいずれ試したいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと戻りましょうか。あもう大丈夫です、もう一周ぐらいどうぞ。もう一周ぐらい、はい、もうね10分違いは、はい、もうやってほど分かりました、はい、ありがとうございます。さあ今から場所変わりまして、ちょっと後ろにもう見えてますけれども、ちょっとワインディングを想定した、はい、ハンドリングの確認をしていきたいと思います。でこちらでも新型現行モデル両方の比較をしていきたいと思います。では早速ここでは現行モデルからいきましょう。でその中でもさらに CVT とマニュアルを乗り比べもできますので、なのでここでは新旧それぞれの CVT マニュアルなので4台乗っていきたいと思います。さあでは行きましょう、コースインです。ああ久々に乗り、あの走りますねここのワインディング、はい、じゃあ行きましょう。まあ現行型のこのシビックのマニュアルも結構シフトフィール気持ちいいですし、マニュアルで乗る分にはその何て言うんでしょう、静かさとかしっとり感とかそういったのの要求レベルって実はマニュアル車って自然と下がるんですよ。でそれはクラッチ踏んだりとかこういう操作をするっていうのが入ってくると、だから逆に言えば人はどん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 やることがだんだんなくなってくると、そういう静かさであるとか質とかそういったものをだんだん求め出すので、まあ何でしょう、新型と先ほど乗り比べた状態でちょっと雑味はあるんですけど、その雑味感がこのマニュアルだとなんかちょうどいいねっていう感じになるっていうのも実はあったりします。まあなので決して悪い印象じゃないんです、今これをパッと乗っていて。まあこれが逆にだから新型だとどんな感じで洗練されてきて、でその洗練された効果がどのぐらい、あの新車とかに影響あるのかなっていう、そこに注目ですよ。回転上げていきます。生まれた場所ですから現行モデルだってめっちゃいい足の動きしてます。これのまんままた、6、7年とか売ってもいいんじゃないかぐらいな、まあそういうフィーリングですよ今。で
で、なんかここだけで言うと多分マニュアルの方がいいんじゃないのかな。まあ CVT にもちょっと後で乗りますので、 CVT にじゃあ今乗り換えに行きます。この週で帰ります。ちょっと CVT 乗り換えましょう。ちょっとマニュアルと CVT の違いを把握した方がちょっとここは面白いかもしれないです。急遽変更。さあ、では CVT に乗り換えました。なんかやっぱね、もうこの時点で、あ、ゴロさんそろそろ来るから、まだ、あ、先に出ちゃう、はい、なんかハンドルのフィーリングがマニュアル車の方がすっきりしていた。すっきりし、こっちはちょっと湿ってます。なんかさっきはね、カラッと乾いたなんかタオルみたいな、こっちはちょっと湿った感じの、はい、なんかフィーリングです。あ、これはだからさっき、あのちょっとなんかさっき、あの周回路もこっちで走ってたので、はい、CVT だったので、あ、そういうことですか。なるほど。これある意味、あのシビック、この方のシビックをマニュアルと CVT で中古モデルで今後なんかちょっと検討するとか選んでるとかっていう方は、走りを、要はハンドリングとかはもう絶対マニュアルですね。あのただ単にマニュアルた、あの楽しみたいからマニュアル選ぼうとかうんぬんじゃなくて、ハンドリングが違います。もう結構違いますよ、これ。こういう風にちゃんと乗り比べたの初めて。あ、全然マニュアル車の方がフィーリングつかみやすいです。どのぐらいフロントタイヤ使ってるかもマニュアル車の方がつかみやすい。ちょっとフロントがこっちの方が重たいのかな、ちょっとフロントのタイヤへの負担が、まあ簡単な話ちょっとフロントヘビー、はい、うん、っていう感じですかね。30キロぐらいやっぱり重いよね。あ、なるほど、はい、30キロ違ったらこうなりますよね、ちょっと、うん、ほらフロント重い。あの、まあ、皆さんの中には今聞いててたった30キロって思うかもしれないですけど、でもこの30キロってとんでもない量で、結構フロントの、結構フロントの車軸よりもオーバーハングのとこなので、実はトランスミッション周りとかって、なので意外と効くんですよ、そこに30キロって。これもう物理法則なので、マニュアル車の方がちょっと重くた、あの軽くなります、 CVT の方がちょっと重たくなりますっていうのは物理法則なので、新型でもこの特徴あると思うんですけども、まあその特徴を踏まえた上で新型どういうフィーリングなのか、これちょっと楽しみですね。うん、こっちの車はね、ちょっと無理するとフロントタイヤばかり減ってきます。これだからあんま無理したいっていう気分にならないです。車かわいそうです。マニュアル車はちょっと無理してもうまくやるとちゃんとリアタイヤも使える感じで、うん、なんかバランスされて旋回できるんですけど、コーナリングできるんですけど、こっちは、うん、まあ安全志向でもあるんですけど、結構フロントがちょっと逃げていっちゃう感じですかね。はい、お腹いっぱいでございます、はい、ありがとうございます。戻っていいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。さあ、では新型に乗り換えましたよ。あ、やっぱりシフトがかなり短くなりましたね。これはまず一つ好印象。うん、なるほど、操作感いいですよ。クラッチとかのスタートのしやすさとかはまあそんな変わらない。あ、でもこっち滑らかというか軽いというか、なんだろう、なるほど、ちょっと車両重量が軽いかのような動きをしてますけど、なるほど、軽い、軽快っていう感じが一番かな。もう完全にスポーツセダンです。ブレーキがやっぱりね、もうちょっとタッチが欲しい感じはありますけれども、軽快、あ、ハンドルがとっても素直、手応えがつかみやすい。で、現行型と比べると何よりも軽快、車が軽く感じる、一体感が高い。
剛性感も高い。リアの踏ん張り感があるので、この旋回中のこのちょっと伸び相談に対する反応がすごいすごい的確にちゃんと返ってくる。あのさっき僕これ4速で自然と走ってたんですけど、今3速で走ってるじゃないですか。これ要はこれ無意識で今3速、さっき現行モデル4速使ってたんですけど、これなぜかというと、さっき現行モデルちょっとエンジンが振動するんですよ。だからその振動をちょっと嫌がって僕4に上げてたんですけど、これ今高回転まで回してもエンジンの振動が嫌じゃないので、要は振動が少ないんですよ。だからこういう高回転使いこなせるというか、3でずっと引っ張ってても不快感がないんですよ。これいいとこですね。だからエンジンの今回はクランクであるとかも全部5000アップかけてきているので、振動対策してエンジンのマウント関連であるとかも改良して全部振動対策しているので、その効果は出てると思います。なるほど、全然4速にするしたいなっていう気分になんないです。レッドゾーン回してても全然嫌じゃないですよ。このうなり感がないですね。だからエンジンのだからうなり感があるとシフトアップして来たくなっちゃうじゃないですか。その感覚が芽生えない。ちょっとなんか攻めてみようかなって感じになりますよ。リアがめっちゃ使えるんですよ。これすごいですね。このリアの使われ、やっぱりヘム構造を使ってあのリアのトレッドを上げたじゃないですか。このリアのトレッドが広がるってあの踏ん張り感が大きく違います。でその踏ん張り感が高まったおかげでリアのサスをだから必要以上に固めることがなくなったんですよ。その分でこれバランスが取れ出してですね、これだから乗り心地もいいんですよ。だから実はロングホイールベースとこの 15mm のリアトレッドの拡大、要はボディ幅は変わってないですけども、タイヤ外に出たんですよ。 12mm もだからタイヤの踏ん張りが上がったのと一緒なので、その分リアにすごい余裕が出たので、そのゆとりがハンドリングにも使われるし、快適性にも使われるしっていう、これいいですね。なんか大人の洗練されたスポーツセダンって感じです。やんちゃ感が漂わないのがいい。現行のシビックってどっちかっていうとちょっとガンダム的な仕上げで、そのリアウィングとかもちょっとタイプ R を思わせるようなっていう、なんかそういうのをイメージさせるデザインじゃないですか。で今回の新型ってどちらかというとちょっとリア周りとかで言えば現行と比べるとちょっとエレガントな形の仕上げじゃないですか。この走りの感じもなんかちょっとそういう感じです。じゃあ少しエレガントに、でも能力としては高いです。すごい滑らかですよ。これさっきよりも全然旋回スピードも速いんですけど、フロントタイヤばかりが酷使されるバランスではないので、リアタイヤがしっかり使えるので、これただ単に綺麗にハンドルをスッと手応えとともに切っていけば、これ自然とリアが使えるんですよ。これも自然とリアが使えてるんですよ。だからリアがちょっとグッと下がってる感じなんですよ。だからこのバランスいいですね。このバランスがあるうちは速度を上げてってもタイヤが痛まない。これ減るときは4つのタイヤが綺麗に減っていく感じ、めっちゃいいじゃないですか。うん、もうこういう車作った方の別にコメント聞かなくても車が物語ってるので、まあ分かりやすい、うん、めっちゃ真剣にというか真面目にというのか妥協なく作ってる感じですね。いいと思います。まあちなみに強いて気になる要素はないのかって言われたら、唯一ブレーキだけですね。ブレーキのタッチは個人差がありますけど、僕個人的にはもうちょっと、なんだろうな、タッチを効かせたいというのかな、少しブレーキが弱いタッチがフィーリングが伝わってきちゃうので、そこだけですかね。はい、では CVT に乗り換えます。さあ行きましょう。新型の CVT ですよね。販売比率で言ったら一番これが上がるとは思うんですけれども、さあどんな乗り味かというところで行きましょう。あ、なるほどなるほど。若干フロントがやっぱ重たい感じはしますね。でもそのその重たさにボディとかが負けてない。いや、 やっぱエンジン気持ちいいですね。 CVT ではありますけれどもエンジン気持ちいいです。上まで、しっかりと回ります。でその時にうなり感がほんと少ない。
もうハンドリングほんといいんですけど、これ後で見比べてもらえば分かりますけど、あの今の旋回のとことか1回だけ修正入れてるんですよ。ちょっとシャーシバランスが変わって、もうこれはフロントABしょうがないです。だからマニュアル、とことんバランスを求めたら絶対マニュアル、今回のシビックでも。でも CVT でもこれもう十分すぎるぐらい旋回力は高いし素直さがあります。でもマニュアルの方がやっぱりそういう運転をしようとした時にすごいその狙った線にパンと乗せやすいです。やっぱりフロントヘビーだとちょっとこちら側で調整はしてあげないといけないですね。でも現行モデルも悪くないと思いましたけど、これだから現行のマニュアル車感覚ぐらいで楽しめます。なんか気になるとこはないのかって言われたらエンジン周りは一切ないですね。 CVT も実はないです。CVT がすごい賢い、アクセル踏んだ時のエンジンの突きとか要は反応がすごいいいです。これもう乗ったらすぐ分かりますよ。 CVT で普通もうちょっとダラッとするので、アクセル踏んだ時にすぐ反応しないとか、それがないのがいい。これ自然とスポーツモードになってるぐらいな感じに思うんですけど、まだスポーツモードにしてないです。気になる要素は何って言われたら、マニュアル車のようにただハンドルを切っただけでリアタイヤがバチッと使えるっていうバランスはちょっと少ない。だからそれはさっきから何回も言ってますけど、ちょっとフロントがやはりまあ FF らしいって言ったら FF らしいんですけど、うん、フロントがちょっとヘビーです。だからマニュアル車の方はある意味 FF っぽくないぐらい、なんかミッドシップはある意味言い過ぎかもしれないですけど、でもなんか開発する上でそのぐらいな感覚の車を目指したんでしょうね。なんかそんなような気持ちを感じるぐらいマニュアルの方はパチッとちょっと合ってる感じで、こちらは FF 感は漂うんですけども、少しでも FF の中で言ったらグローバルで見てトップランナーとかそのレベルですよ。これここで追い込んだ時に、ちょっと待ってください、ここで旋回してる時にリアを使いたいと思ってちょっとハンドル切り込むと、やっぱねフロントが動いてっちゃうので、だからリアに積極的にそこまで舵をかけようっていう前後バランスじゃないんですよ。重量バランスというか前後のロール剛性バランスじゃないので、だからまあその分フロントがヘビーだっていうのがずっとどこまでもまあちょっとありますね。いや新型いいですよ。 CVT でもすんげーハンドル楽しめます。あのだからオートマ関連 CVT 関連で FF モデルのこのセダンで走り楽しみたいって言ったら絶対注目して損をしないですね。まあそういった意味で本当グローバルでトップランなんですよ。いやこれおすすめです、おすすめです。かなりいい仕上がりです。さあでは本日最後にですね、ちょっと集大成的にやっぱりこういうワインディング走る上では圧倒的にマニュアル車が、うん、おすすめです。やっぱりフロントが結構軽いんですよね。だからこのフロントの軽さで、あやっぱりリアが使えますし CVT 以上にリアが使えます。やっぱりこのフロントヘビー感がなくなり、なんかなんて言うんでしょう、ミッドシップまではいかないかもしれないですけど、でもそういう風にも表現したくなるぐらい FR 的なハンドリングの良さって言ってもいいかもしれないですね。すっごい素直にハンドルが回ります。でリアタイヤも使えます。ボディ剛性負けてないです。これいいと思います。こういうの考えるとマニュアルを選ぶっていう観点でやっぱり一つマニュアルのこのトランスミッションの操作を楽しみたいっていうのもあると思いますけれども、もう一つはやっぱりワインディングをよく行きますとか山道とかよく走りますってそういった方はいいと思います。低回転のトルクも結構豊富で力強くてアクセルレスポンスもいいので、なんて言うんでしょうね、シフト変速回数もそんなに頻繁にこれを変速しないといけないような感じでもないですし、いや走りやすいですよ。なのでもう僕の個人的な感触としては本当走りを楽しみたい、ワインディング行きたいって言ったらもうマニュアルを選んでみるのがいいと思います。でその中でいやそこまでまあ走りは楽しみたいんだけども、いやワインディングよりもどちらかというと長距離移動であるとか、まあたまにワインディング行ってちょっと楽しむぐらいだねって言ったら CVT で十分だと思います。なんかラグジュアリースポーツセダンのなんかベクトルの方に向いてるのが CVT で、ピュアな
スポーツセダンの方に向いてるのがマニュアルであり、でどちらを選んだとしてもなんか先代よりもめちゃくちゃ快適で静かでっていうコンフォート性能をしっかり持ってるっていうのが特徴的です。なんか洗練されてきましたよ。まあでもそう考えてみたら当然ですよね。要はグローバルで FF 最速を、争ってるのが要はシビックとメガーヌじゃないですか。そのシビックの最新モデルなんですから、それは当然トップランナーですよね。うん、いやそう考えてみるとなんか当然のことを今僕は言ってるんだなっていう。いずれこのシビックはだから2つの路線を攻めるんですよ、どちらにせよ。そうなんですよね。だから全部ラインナップが出たら僕らはああやっぱそうだったんだねってスッキリすると思います。 EHEV のベクトルとタイプ R のベクトルがこのシビックにあり、今マニュアル車はタイプ R のベクトルの方向に進んでて、 CVT は EHEV のベクトルの方に進んでるっていう、ベースはスポーツセダンだから、その中でもより好みに合った方向でちゃんと2つの選択肢を備えてるっていうのが今のこのシビックのまずこれベースモデルとして出てきた魅力かと思います。そう考えると分かりやすいと思います。だから僕は結構やっぱりこういう今ワインディングを走ってる限り、やっぱもうマニュアル車がすげえなって思いますよ。高速周回走ってる限り CVT すげえなって思うんですよ。まあその感覚は間違いじゃないというところで、ではでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イカレフォ、いい車です本当。いい車これは。先ほどノーマルモードでもスポーツモード見たいっておっしゃってたんですけど、はい、実はあのワインディングの判定して少し CVT の制御を自動でこっそり変えてます。あ、なるほど。もともと入ってます。あ、じゃああれは僕のフィーリング合ってたわけです。あのおっしゃる通りで、あの走りやすかったと思うんですけど、ね、走りやすかった、はい、うん、だからスポーツモードいらないかなって思いましたもん。そうですね。なるほど、はい、いやでもエンジン本当にいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。